こんなことをお話ししてる間にもう時間が来るんだけども、はい、なんか、じゃあ私のお父さんが、うん、ね、うん、先生ね、うん、あの口ずさんで、うん、口ずさんで難しいね、はい、難しい、うん、あのこの歌、うん、教えて、うん、いただいた。ああいいですか。綺麗な言葉ですね、はい、まあ、教えてくれた。あの聞いてください。何を歌うの。知床領場いいですか。もっと違うのでいいじゃないの。いやスサーナでね、私はびっくりしたことは、あんたニュージャパンのさ、はい、びっくりしたでしょ。びっくりした。ニュージャパンの9階に住んでたって言うんです。でこれ火が出た部屋の隣の隣に住んでたって。それがどういう虫の知らせか。虫の知らせってわかる。わからない。そう、あ神様の あれでね、私はあっちのこのホテル辞めて、あの新宿のあそこのホテルにしようっつって、はい、変わって間もなくニュージャパンが火事になっちゃった。まあ、しかしあなたはね本当にそういう点でも運が強いからね。今度だって帰ると運が強いよ。きっといいことがいっぱい待ってる。本当。うん、まずね子供が元気で育って、そしてお嫁さんもらっ、あそんなまだお嫁さんもらえない。、うん、まあ、いや懐かしいだろうね。アルゼンチンで空が見えてくるともう懐かしいだろうね、はい、うん、聞けばあのアルゼンチンというところはお肉をどん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 輸出して、そしてやってきた船がからジャガイモだとか、うん、玉ねぎだとかテレビだとか
いろんなものを買い込んでいるというような国なんだそうですが、まあ近代化への道を今急いでいるといいますか、まあしかしあまり近代化しない国が世界にあってもいいんじゃないでしょうかね。どうも近代化っつうといいように聞こえますけど、あんまりそうも思いませんですね。私はまだブラジルしか行ったことがないんで、その隣のアルゼンチンは行ってませんが、ちょうど日本からは本当に反対側になるんですが、長い飛行機ですね。34時間飛行機に乗って帰る。まあ昔はそこは2ヶ月ぐらい船に乗って帰ったとこですけど、今は30何時間飛行機に乗って帰る。ただアルゼンチンは今聞くと物価が高い、インフレ、すごい、どうすごいのインフレは。もう全部はね、どん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 値上がりするんだというね、昨日100円のものは今日130円だねえ、もう帰ったらあんた浦島太郎で何も友達もどこも誰もいないなんていうの困るよなんかお話ししてじゃあうん、言っていいよ何でも。大阪の話、あ、先生の、どんな話、先生の、どんな話、先生のステージ。僕のステージはねもう古臭いからねでももう一回見たいね。あ、屋根の上のバイオリン弾き、そう。それじゃあ10月早く早めに帰ってらっしゃい。だから、それでね、千秋楽でも見るとか。あれは屋根の上見てどうだったの、よく分かった。分かる、そう、すごい分かった。あれやってから僕ね、みんなにお父さんお父さんって言われるんだよ。みんなお父さんっていうの、あなたもお父さんっていうしねいいでしょ、アミっていうかな、なんかじゃないね、お父さん。どこが一番良かったの。全部ね、全部いいの、全部素晴らしい。そう、だからもう一回見たい。もう一回、多分10月ね。多分10月、今はもう秋、誰もいないよ。こういった異国の美しい女性が日本にやってきて、そして日本の歌い手よりも、まあ、こんなこと言うと叱られるけども、ずっとうまく歌を歌う、感情も込めて
なかなかできないことですが、本人も日本に住みたいと言っていますが、皆さんと一緒にこの素晴らしいスサーナを守ってやりたいと思います。そして平和で、そして無事にまた日本に帰ってきてもらいたいと、そういう気持ちです。